今回から、少しだけ画質が悪くなります。なぜか少しだけ悪くなっちゃったんだよね。まあ、少しだけだから大差ないぜ。今回は、このトラックタワーで溜まってしまった、装備たちをなんとかしましょう。装甲すごい圧迫してるね。この装甲モッド、耐久値が違ったり、エンチャントが違ったりする装備は、まとめて表示してくれないんですね。ぐわーっとスクロールしないといけないので、結構大変です。どうするか？捨てるようにする？一部は捨てますが、リサイクルできるものはしましょう。ということでこちらの、パワードダイヤモンドアンビルを作りました。なんだこれ、ダイヤの金床？金床といえば、何をするときに使いますか？アイテムにエンチャントをつけるときだろ、知ってるぜ。それ以外には？アイテムを修理するときに使うよね。そうです。そしてこのダイヤの金床は、アイテムの修理を電気でやってくれる、ハイテクな装置なのです。科学の力って、すげえ。このように、壊れかけのヘルメットも一瞬でピカピカに。どういう原理で直してんだこれ。そして、修理したヘルメットは、誘導加熱炉で砂と一緒に処理すると、一瞬で回収されたので見えませんでしたが、金のインゴットに戻ります。これが、リサイクルってことだね。トラックタワーが金鉱脈に変わった瞬間ですね。ただし、エンチャントがついた装備はリサイクルできないようなので、エンチャントを消すことができる、ボイドアンビルを作成しました。金床にもいろいろあるんだねー。ということで、自動装備品リサイクル装置を作成しました。倉庫から装備品を搬出して、修理して、エンチャントを剥がして、インゴットに変換する、そういう流れになっています。一部のリサイクルできない装備品は、そのままゴミ箱へシュートされます。装備を相手のゴミ箱へシュー。リサイクルできるのは、金装備、革装備、そして鉄の剣ですね。鉄装備も仕組み上リサイクルできますが、あんまりトラックタワーでドロップしないので対象外に。しかし考えてみるとすごいな、トラックタワーで金を集めるとは。これぞ、工業の力。そうそう、革装備は誘導加熱炉ではなく、ソーミルという装置で革にします。ソーミルだから、そうそう待ってカットしないでごめんってー。トラックタワーではもう一つ、個体経験値も落とします。78000、とてつもない数が溜まってるね。これは、使うと経験値になるんだよな。すごいね、これ全部使ったら、どのくらいのレベルになるんだろ。でもこれー、全部手動で経験値に変えるの面倒というか、生産量が多すぎてなくならない気がするんです。一応シフトを押しながらだと1スタックずつ使えるけど、それでもね、そもそも、手動ってところがスマートじゃないんだぜ。ってことで、個体経験値を液体にする作業を自動化します。まず、溶岩るつぼで溶かすと、知識のエッセンスになります。これも液体経験値のように見えますが、経験のオベリスクには入れられません。経験のオベリスクに1000レベルを貯めるのが目標だったか。そうですそうです。ということで、リキッドディクショナリーエンチャンターを作りました。インダストリアルフォアボーイングの機械か。カタカナにするとよくわかんなくなるね。これはこう、液体辞書名が同じ液体をこう変換する装置っていうかこう。説明が曖昧すぎる。とりあえずこれを使えば、知識のエッセンスを液体経験値に変換することができました。この形なら、経験のオベリスクに入れることができます。使い方を試行錯誤しつつ、変換できるようにしたのがこちら。特に電力が必要というわけではないんだな。地味にこれ、アクチュアリーアディションズの個体経験値を、サーマルエキスパンションとインダストリアルフォアボーイングで液体にして、エンダーアイオーの経験のオベリスクに保管するとかいう、すごいことになってるんだよね。すげえモッドのコラボだな。頭ぐるぐるしてきたや。これだけやれば、1000レベルも遠くないでしょう。すっかり忘れてたんですけど、ネザーラックがまだ手に入ってないんですよ。ネザースターより入手難易度が高い、ネザーラック。ということでいよいよ本腰を入れて、リサイクラーの稼働を自動化します。丸石製造機で作った丸石をリサイクルして、できたスクラップを固めて、自動で開封して回収しています。ふむふむ。とりあえず8個あればあとは畑で増やせるようになるので、頑張ってもらいます。キノクワだらけになりそうね。そしたら次は何をしましょうかね。お、また看板にやりたいことを書いたのか。そうなんです。突発的にやりたいことを思い出しては、すぐに忘れるというのを繰り返していたので、ここに書いてあることを全てやりきったら、この企画は完結にしようかなと、そう思ってます。最終目標のカオスガーディアン討伐も、書いてあるね。それで、どれからやるの？核融合炉からやろうかなと、思ってます。こりゃまた大層なものを。電力がですね、だいぶ切迫してきたんです。核融合炉を作れば多分、もう電力不足にはならないだろうと思うので、これからやろうかなといった所存です。で、間違いなくこのパートでは終わらないので、行けるところまで行きます。まずは、サーマルエバポレーションブロックと、サーマルエバポレーションバルブと、サーマルエバポレーションコントローラーを作成しました。これを組み立てて、
加熱蒸発濃縮プラントというものを作ります。すごそうな機械だ。昔の名前は塩分化プラントですね。塩分化プラントだ。組み立てたものがこちらになります。内部を空洞にした一辺座4ブロックの直方体です。高さは自由ですが高いほど性能が上がります。で、あとはこのプラントを温める必要があります。暖房をつけなきゃねー。その暖房器具がこちら、レジスティブヒーターです。あったかそう。さては適当言ってるな。この暖房器具をバルブの隣に設置します。これは電気で温めるヒーターです。電気ストーブってわけだね。ちなみにかまど燃料で温める焚き火ストーブもありますよ。多分複数台作らないと暖房効率は悪いのかもしれない。それで温めたプラントにお水を流し込みます。するとお水を蒸発させて塩水を作り出します。つまりこの世界のお水は海水だったんだね。いや、生理食塩水かもしれないよ。おっと、お薬の時間か。私は帰らせていただこう。帰らないで。ちなみにここで作り出している塩水の英訳はブラインですが、生理食塩水はセイラインです。どうでもいいわい。次にプラントをもう1台作ります。2台必要なのね。さっき作り出した塩水をさらに加熱蒸発させます。塩の塊ができそうだね。すると液体のリチウムができます。なんでいきなりリチウムが。塩化ナトリウムどこに行ったし。どうも調べてみると海水には低濃度ながらリチウムが含まれているみたいで、実際に海水からリチウムを取り出して資源として活用しようという研究がなされているみたいですよ。マジか、全然知らなかったぜ。これはちょっと勉強になったね。さて、そしてリチウムといえば炭酸リチウム、リーマスですよね。避けられぬお薬。炭酸リチウムは双極性障害、いわゆる躁うつ病の治療薬です。躁うつ病って、うつ状態と肺な状態を繰り返す病気だっけ。ですね。通常のうつ病と違って気分に波があるのが特徴です。で、例えば双極性障害でうつ状態の人がいます。その人に抗うつ薬を投与すると肺な状態に逆転してしまう可能性があります。これを躁転と言います。躁状態ではとってもハイなので犯罪行為や自殺行為をしてしまう可能性があります。ということで双極性障害のうつ状態の治療は普通のうつ病と異なってきます。そんな双極性障害の治療薬が炭酸リチウムなのです。なお作用メカニズムはあまりよくわかっていません。わかってないのか。かなり昔に発売されたお薬ですからね。とお薬のお話をしていたら時間が来てしまいました。ほんと毎度毎度お薬のことになるとすごいな。次回は核融合炉を稼働させます。今回も見てくれてありがとうね。また次回をお楽しみに。なんだぜ。